はい、こんにちは。和夫じい畑仕事奮闘記です。今は今年最後の畑仕事ということで、長芋の収穫をしているんですけども、12月のですね、最後、皆さん、年越しそば、ね、食べれますよね。で、今回、そのお話をちょっとね、してみたいと思います。で、長芋を使った料理シリーズっていうので、これからね、ちょっとやろうと思っているんですけども、まず一発目としてですね、12月なんで、もうね、年越しそばに、とろろそばをどうでしょうっていうことで、私がね、毎年やっている自家栽培のね、長芋を使って、とろろそば食べるんですよ。それをちょっとご紹介しようと思っております。ということで、昨年作ったとろろそばの映像を含めながらご紹介いたします。まずですね、長芋、ね、皮むきます。皮むいてですね、できればね、大きめのすり鉢がいいです。すり鉢大きめ。大きめのすり鉢にね、皮むいた長芋、こうゴリゴリゴシゴシ、ね、すります。ね、それである程度たまりますよね。長芋がね、とろろっぽくなります。で、これでとろろだと思っちゃダメです。このとろろ、それをさらにですね、すりこぎ棒でね、ゴリゴリやります。すりこぎ棒でゴリゴリやります。それでですね、結構粘りがね、粘ります。結構粘るんですよ、この私の作ってる長芋。で、私ね、5分以上やりますね。すりこぎ棒で。ゴリ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 。これ、やればやるほど粘りが出て、もう美味しく甘みもね、増すんですって。地元の母さんに聞いたんですけども。すりこぎ棒で、もうやればやるほど美味しくなんだよって言われたんですよね。で、なので5分以上はやります。そしたらですね、だしを入れます。私は結構ね、白だしをね、使ってて、ちょっと手を抜いて市販のやつ買ってきて、それを入れてます。だしをね。
で、何でもいいんですよ。地元の方はね、味噌味のね、だし入れてるみたいです。味噌は味噌味でね。それとか、カツオでもいいし、まあ、醤油ベースでもいいし。昆布ですかね。昆布がいいかな。で、味をつけるんですけども、ここで注意点。入れすぎないことですね。まずは。まず、少しずつ加えて、味をちょっと見ながらね。加えてはゴリ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 。加えてはゴリゴリゴリ。で、私の場合は2回ぐらい調整しておしまいにしますね。薄味にした方がいいです。で、長芋の味を残す。消してはいけません。長芋の味を消えるまでね、出汁入れちゃダメですよ。それで、まあ、すりこぎをしていってからですね、これがちょっと私の特性なんですけども、卵を取り出しまして、卵の卵白だけをちょっとね、抽出します。その卵白を加えて混ぜます。加えてからさらにすりこぎでぐりぐりやりますね。はい、こんな感じで見たようにね、ちょっとふわっとしてくるんですね。ふわふわになってきます。はい。で、一応この思う存分ふわふわ感出したら一応完了。とろろは完了です。この状態でご飯にかけて普通にとろろご飯で食べてもいいんですけども、今回はとろろそばですので、お蕎麦を用意しますね。お蕎麦。まあ、普通に市販のお蕎麦でいいですよ。で、上にちょっとね、油揚げかなんかね、乗せて、まあ、あったかいね、お蕎麦ですよ。ね、あったかいつゆで。その上に、とろろを乗せます。こんな感じで。とろろ乗せる、ね。乗せてように。ちょっとその後ですね、卵のね、黄身が残ってますよね。黄身。その黄身をとろろの上に乗せるんです。ね。私ちょっと失敗してね、卵の黄身はね、崩れちゃうんですけどもね。で、あとは、かまぼことか海苔とか、まあいろいろね、緑のものとか乗せて、ちょっと色付けをして完成になります。こんな感じです。すいません。卵の黄身が崩れてしまったんですけどもね。去年ね。これでとろろそばをいただきました。ということで、自家栽培の長芋を使ったとろろそばの私が毎年食べている、ね。ご紹介をさせていただきました。こういうふうにですね、ちょっと長芋を使った料理編っていうことで、これから少しずつね、動画をね、作っていきたいと思っております。いろいろとろろだけじゃないんですからね、長芋の料理はね。あと他にもね、他の食材でもね、もしかしたら配信されるかもしれませんので、引き続き、どうぞ、和夫氏、畑仕事奮闘記ご覧になってください。ご視聴ありがとうございました。